念願の槍ヶ岳、十分注意して、安全に頑張って登頂していきたいと思います。それではついに槍ヶ岳が見えました。あそこに行きます。頑張ります。見えますかね、槍ヶ岳。どっちだ、これガレバを抜け、はしごを抜け、そして今こんなガレバを歩いています。これはですね、道じゃないですね。もうこうやって丸があるところをガサガサ行くっていうだけで、で最後のこの槍ヶ岳、分かりますか、これです。おはようございます。朝日です。さっき日が出たんですけどね、ちょっと今は雲に隠れて、朝のご飯を今いただきまして、山荘で、朝の準備をして、もうすぐ出かけようと思います。早いですね、山の朝は。大抵そうですね。そしてこの先にあるのが槍ヶ岳です。8度、9度ぐらいなんですけど、そんな感じなんですね。景色は素晴らしいです。最高です。今日も晴れるといいな。はい、それでは、5時50分ぐらいです。早いんです、山の朝は。もうみんな出かけちゃって、私なんて一番最後の方です。さあ、これでいよいよ、これから槍ヶ岳方面に行きたいと思います。念願の槍ヶ岳、十分注意して、安全に頑張って登頂していきたいと思います。それでは、すごい景色だ。見えるかな、すごい景色。槍ヶ岳が見えました。あそこに行きます。頑張ります。はい、ついに槍ヶ岳が見えました。あの先っちょとんがってんのがそうです。こっから見るとそんな遠くないように見えますね。まあ、気をつけていきたいと思います。はい、びっくり平、びっくり平に到着しました。結構景色がいいですね。ものすごいこう視界が開ける。ただね、虫がすごくてね、もうずーっと虫がね体をついてくるんですね。黒いが来てるから良くなかったのかもしれないけど、とにかくこの景色はすごいです。びっくり平そんな感じです。見えますかね。西岳まで2時間半とありますね。とりあえず西岳を目指したいと思います。これからこんな道を行きます。さあ、槍ヶ岳が真正面にその姿を現しました。すごいですね。尖っているというか、ひときわでっかいです。このちょこんと出てるのが小槍ですね。ここまで行くんだな。大丈夫かしら。頑張りたいと思います。さあ、槍ヶ岳をバックに稜線を行きます。こんないい道です。まずは正面の西岳というのを目指しています。見えますかね、槍ヶ岳。どっちだ、これこれ。いや、これを見ながら歩けるなんて、ちょっと虫が多いけどすごいな。いや、すごいです。天気2日目もいいですね。槍ヶ岳着くまで持っててくれればいいけど、ここだけなら奥さん連れてきてあげたい。ここだけならね。じゃあ、西岳向かって頑張ります。あまりに絶景なんで、何度も撮ってしまう槍ヶ岳が見えますかね。素晴らしい。石岳まであと1時間ぐらいですかね。こっち側は槍ヶ岳とは反対側の景色なんですけど、これもすごい景色なんで撮りながら登りたいと思います。昨日ですね、お天正岳の最後のガレ場がものすごく怖くてですね、もうこう見上げるとこう天まで続いているような50センチ60センチの石がガーッとこうある斜面を、いつ落ちてくるのかしらって思いながらビクビクしながら登ったんですけど、あれがすごく怖い経験で、昨日山荘に入って眠ってからもしばらく夢ってかこう思い出しましたね。こういう稜線とか歩いて、天気がいい思いをしてるとすごく気持ちはいいんですけど、ああいう怖いところを通ると、これから多分槍が近づいてくるとそういうはしごとか怖いところあるんでしょうけど、やっぱりそう簡単に舐めて来れるところではないなと、人間が普通に来ていい場所ではないのかもしれないと思って登っています。はい、もう少しで西岳ですね。あの石がすごい。それではなんと富士山がちょっと見えてます。わかりますかね。この奥、これです。頭を少し出してるらしいですね。ああ、こんなところで見えるとは思わなかった。素晴らしい。景色はこんな感じです。雲海って感じかな。はい、だんだん、こちら向きの角度からだと小槍が見えなくなってきましたね。小槍をさようならって感じです。さあ、まだ西岳山頂がまだだったので、もう少し行きたいと思います。すごい景色が広がってます。すごいですね。西岳の山荘が見えてきたんですかね。もうちょっとだと思います。さて、西岳は登るべきなのかな。まあちょっともう少しなので歩いていってみようと思います。今ですね、こんな感じですね、稜線で。南側に出ると暑くて、北側に出るともう涼しくて、南側にいると虫が多いって感じです。今日はなんかちょっとじめっとしてるから虫が多いかもしれないですね。じゃあもうちょっと頑張って行ってみたいと思います。西岳山荘に着きました。西岳はですね、あそこの看板に書いてあるんですが、あの看板から登り始めて上の方なんですよね。でもほとんどの人が登らないらしいんで、私も今回特に西岳は予定に入ってないので、とりあえずここの山荘だけ見て、槍ヶ岳方面に行こうと思います。ただいまの時間がですね、8時35分ですね。ちょっと昼には早いんで、もうちょっと歩いてから昼飯にしたいと思います。それでは。はい、西岳山荘からの眺めです。目指す槍ヶ岳ですね。こうかな、見えるかな、これがそうか、ここに向かって、もう一頑張りいきたいと思います。今西岳山荘からなんですけど、槍ヶ岳に登るってことはまさかこの道、これをずっと行って最後ここに行くってこと、これを行くってこと、いやー大丈夫かな。まあ、なんとか頑張りましょう。はい、水俣のっこしに着きました。西岳から 2.5 キロ切ったところですね。槍ヶ岳はと 4.5 キロです。こっち側のこの稜線を登っていくような感じだと思います。はい、それではまた。お昼です。なんとかバーナーが動いてくれてます。涼しいところを見つけてちょっと早めのお昼にすることにしました。カップ麺が消化できないので、餅も早く食いたいので軽くなりたいので、ここで食事です。ちなみに槍ヶ岳はこっちにいます。こんな感じです。それではいただきます。雲取りで作ったのと同じラーメンです。こんな感じです。こんな感じでお餅が入ってます。ではいただきます。ちょっと上から。はい、なんか良さそうなとこじゃないね。母さんどうします？休みます？3分だって。カップラーメンだって3分だ。まあご飯4時15分だもんね。お昼も食べましてこんなに槍ヶ岳を、間近で見られながら食事ができたなんてすごい幸せです。食べたところはちなみにこんなところですね。ちょっと北側の稜線に出て涼しくて、灰が少なかったのでここで食べました。カップ麺と、お餅を3つ消化できましたんでちょっと軽くなってるはず、あと4キロ 4.5 キロぐらいなんですよね。槍ヶ岳山荘まで槍ヶ岳山荘も見えることは見えるんですよね。わかりますかね。この槍ヶ岳の片口にこれが槍ヶ岳山荘なんですね。ここまで行くつもりなんです。そうですね。はい、じゃあご飯も食べたので、パワー充電ということでまた頑張りたいと思います。この辺ね、岩稜帯が多くて両手両足を使わないと歩けないところが多くて、なかなかこうカメラ回せないところがあるんですけど、安全第一なんでとりあえずはあとは到着シーンぐらいをじっくり撮りたいなと思います。じゃだんだんルートが見えてきましたよ。今ここにいるからおそらくここを行くんでしょう。ここを行くんだね。ここをね、そうほらはしごとかいっぱいあって、でこうしてここに行くんだ。このごちょごちょを越えてこういう感じでここに来るんですね。であそこの槍ヶ岳山荘に着くということですね。わかりました。じゃあもうちょっとはしごが結構来たんで、あとはもうちょっと岩稜帯が続くのかなって、最後の厳しいのが続くのかなって感じですね。はい、じゃあ槍ヶ岳目指してこれかな頑張ります。ライチョウくんじゃないのかな、これ何なんだろう。あら、なんか綺麗ですね。ありがとね。歓迎してくれてるのかな。ありがとね。さあ、ついに眼前に姿を現した槍ヶ岳。もう少しです。多分表示が合っていれば、ここに来るまであと残り 1.5 キロという表示がなりました。ガレバを抜け、はしごを抜け、そして今こんなガレバを歩いています。ここを抜ければあと30分か40分ぐらいで頂上に行けるんでしょうか。さあ最後の登りだと思って頑張ります。結構ね、苦しくはないんですけど、やっぱりこうちょっと息切れするのが早いですかね。ハーハー言いながら少しずつ休みながら登ってます。はい、もう少しだ。頑張るぞ。さあ最後の休憩急登というか最後の登りだと思ってます。さあ行くぞ、あの方面を目指して。怖かったんですけどね、考えてみたら明日はもう下り弁当だから、もう今日槍ヶ岳が何だって言ってられるのは今日が最後なんですよね。もう今日楽しもうと思って、今を未来とか過去よりも今ここに立って頑張ってる自分を楽しんでやろうと思って登ってます。はい、頑張りますよ。行くぞ。はい、ヒュッテ大槍に到着しました。はい。さあ槍ヶ岳3層と槍ヶ岳はもうすぐそこです。この霧の上が槍ヶ岳です。もうひと頑張りいきたいと思います。槍ヶ岳3層がそこです。そして今岩稜帯を歩いています。ラストの岩稜帯です。これはですね、道じゃないですね。もうこうやって丸があるところをガサガサ行くっていうだけで、で最後のこの槍ヶ岳が分かりますか、これです。この近くで見るこの恐ろしさと、なんていうんですか、この恐怖というか、いやもうね、さっきからこうやって手をこういう感じで進んでます。ビデオ回すのもね忍ばれるんですけれども、とにかく最後伝えたくてちょっとだけ回します。もうね、いつ落石が来てもおかしくない、この上のこれ、あんまり考えないようにして、ただひたすらこうやって進むだけ。あとさっきの表示で 200m だから、あと多分15分ぐらいで着くんじゃないかなと思います。頑張ります。さあ槍ヶ岳山荘まであと少し。これが槍ヶ岳山荘です。最後の登り頑張りたいと思います。ようやくガレバがなくなって、最後ちょっといい場所になりましたね。やっぱり1時ぐらいまでしっかりかかりましたね。大変だ、槍ヶ岳山荘に到着です。到着しました。はい、宿にチェックインの手続きをしてですね、荷物もその2段ベッドのところに置かせてもらって、ちょっとジュースとか飲んでリフレッシュして、さあ絡みでですね、槍ヶ岳山頂を目指したいと思います。おそらく途中もはしごばっかりなんでカメラは途中止めないと思うんですけど、山頂で到着したところの様子をなんとかこのまま収めたいと思いますので、よろしく行ってきます。はい、槍ヶ岳山頂に到着しました。到着です。雲がちょうど出てきて見えないかな、どうだろう、こんな感じです。いません、皆さんのご協力をいただいて申し訳ないです。というわけです。やりました。気をつけて帰りたいと思います。急すぎてここがどういう場所なのかっていうのはこの映像からは分からないでしょうね、きっとね。頂上が狭いんでみんなが解いてくれるって申し訳ないんでこれで終わりにします。じゃあ山荘に帰ります。これから観光地の方に下りたいと思います。冷たい。落っこっちゃったらちょっと怖そうですね。しょうがないですね。まあ結構降ってきました。まあ